いくぞ、ゴーイ、クシロードレース大会は1964年の東京オリンピックの聖火が旧クシ村の火曜区に立ち寄ったことを記念して開かれているもので、4年ぶりの開催となりました。レースは当時の聖火台のある旧火曜小学校をスタート地点に、戸口名護市長の号砲で168人が一斉に出発しました。厳しい暑さの中、沿道では子どもたちや地域の人々が太鼓で声援を送ったり、ホースで水をかけたりしてランナーを応援していました。